担当大臣は内閣法12条に基づき内閣総理大臣が内閣官房に設置する大臣である。公文書上の職名は担当と表記され、各省大臣と異なり内閣府に置かれる内閣府特命担当大臣と同様に、省庁は所管せずに内閣総理大臣を補佐する大臣として職務に当たる。時々に重要とされる政策について設置され、 長期的な課題に対応する内閣府特命担当大臣とは異なる役職である。緊急あるいは柔軟に対応すべき施策の対応部署を設けて指揮を国務大臣に任せる場合は内閣府ではなく内閣官房に設置される事例が多い。内閣官房に設ける場合は法令改正が不要で内閣総理大臣発出の事例、決裁のみで柔軟に設置が可能である。 したがって、官報への正式な事例掲載はなされずに、内閣総理大臣の口頭指示により設置される場合もある。内閣官房の担当者は、大臣の仕事は、首相から口頭で指示を受けるものもあり、紙に書かれた形でなくとも、仕事の重みに差があるわけではないとしている。内閣官房に設置された緊急施策の担当を、命ぜられた国務大臣とは異なり、 内閣府特命担当大臣が命ぜられた事務の下部組織は男女共同参画局、経済財政諮問会議、総合科学技術、イノベーション会議、中央防災会議、規制改革推進会議、沖縄振興局、北方対策本部、金融庁、消費者庁など、概ねそれらの施策対象は次元的でなくある、程度永続的なもの、または、 北方領土問題のように一行政目的が達成されるか見通しがつかないものとなっている。内閣官房に設置された緊急施策の担当を命ぜられた国務大臣は法的に特命担当大臣とは異なり、看護的な正式名称は存在しない。事例も内閣府特命担当大臣は規制改革を担当させるなど、 看護古障で担当を命じられるのに対して、行政改革を推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当させると、文章形式の事例となる。担当大臣の発令は、下記のごとく、縦書きで官報に掲載される。指名。国務大臣に任命する。国務大臣指名。行政改革を推進するため、行政各部の所管する事務の調整を担当させる。 内閣府特命担当大臣と兼任する場合、二千五年の竹中平蔵国務大臣を経済財政政策担当大臣、郵政民営化担当大臣と略称する表記は誤りではないが内閣府特命担当大臣は誤りとなる。郵政民営化準備室は次元的施策として内閣官房に置かれ業務を総括することは内閣府特命担当大臣たる 竹中平蔵の担当職務ではなく、国務大臣たる竹中平蔵へ命ぜられた分担事務として、郵政民営化を政府一体となって円滑に推進するため企画立案を呼び、行政各部の所管する事務の調整を担当させると文章形式で事例されている。担当大臣には、郵政民営化担当大臣、海洋政策担当大臣、拉致問題担当大臣、 国家戦略担当大臣、経済再生担当大臣、地方創生担当大臣、新型コロナウイルス感染症対策担当大臣、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種、推進担当大臣などがある。ありがとうございます。